聖酒長級中野 BC、株式会社は、和歌山県海南市に本社を置く、酒造会社。2002年、中野酒造株式会社と富士食券、株式会社、奇襲ワイン株式会社のグループ3社を合併し、中野 BC と社名を変更。中野 BC の BC とは、バイオケミカルクリエーションの略である。日本酒、梅酒、焼酎等の種類のほか 梅果汁の生産及び他社への供給も行っており、梅果汁の生産量では日本一を誇る。近年では梅エキスを使った健康食品やサプリメントの製造、販売にも進出している。2004年から梅酒に和歌山県産の果実や果汁を加えたカクテル梅酒のラインナップを強化しており、東京都内を中心に人気を集めている。 梅酒製品は、総計40種類。アジア地域などに輸出もしており、2018年内に、香港の現地拠点、長級創薬を設立する手続きを進めている。社内に研究機関となる、食品科学研究所を設けており、梅の効果効能の研究を進めている。2011年には、梅エキスが、インフルエンザウイルスの感染予防と蔓延予防の、 双方に作用することを中部大学の教授と共に突き止めた。インフルエンザの感染、蔓延予防につながる天然成分の発見は世界でも初めてで新聞やインターネットで話題となった。同研究所は梅エキスと梅の果肉粉末を練り合わすことで粒状にする技術も開発、製法特許を取得している。ありがとうございます。